次の曲は、財津和夫さんの、サボテンの花という曲をやらせていただきます。イントロが結構特徴的でアルペジオが結構大変だったのでものすごい頑張ったのでそこに注目して聴いていただけると嬉しいです。では聴いてください。間違えちゃって短くなっちゃいました。ごめんなさい。